おはよう。何だ、出かけるのか？うん、参考書買いに行こうと思って。起きたばかりだろ。座りなさい、何か作ってあげるから。そう言って父さんは腕まくりしながら台所へ向かった。父さんには悪いけど、あんまり食欲がない。僕は久しぶりに嫌な夢を見た。2年前に見て以来、久しぶりに見る夢だった。人を殺す夢を見るなんて。そんなことを知らない父さんは、嬉しそうに僕の食事を作っている。僕の家は変わっている。父さんは自宅でミニコミ誌の編集をしながら家事を切り盛りしている。母さんは内装関係のデザイナーで建築事務所に勤めている。僕が小さな頃、2人で話し合って決めたらしい。母さんは外へ働きに出る。父さんは残って家を守るって。うちには家庭内暴力もないし、家族の間もうまくいってると思う。問題があるとすれば僕のことくらいだ。あ、子離れしていない父親っていうのはちょっと問題かもしれない。何？参考書どこに買いに行くんだい？神田まで行くよ。父さんも探し物あって神田まで行くんだけど。うん、一人で行くからいいよ。そうか。本当に子離れしてない。その鈴まだ持ってたのかい？あ、うん、なんとなくね。見たところただの鈴だけど、どういうわけか音が鳴らない。カラカラと壊れた鈴の音しか出ない。お守りみたいなものだしね。僕はこの鈴をいつも身につけている。いつどこでこの鈴を手にしたのか思い出すことができない。音の出ない壊れた鈴。実は音が出ないわけじゃない。僕にしか聞こえない音が鳴る。それに誰も気づかないだけなんだ。そしてこの鈴が鳴るとき、必ず良くないことが起こるんだ。どうしたんだい？鈴が鳴ったような気がしたんだけど。父さんには聞こえなかったよ。そう、気のせいか。近くの高校へ通う学生たちが坂道を登ってくる。半年前までは僕もあの中にいたんだ。でも去年の9月、ちょっとしたことから僕は高校へ通うのをやめた。せっかく入った高校だったけど、僕は簡単にやめてしまった。自分が行きたいわけじゃなかった。周りが行くから、母さんが行けって言うから、僕は高校に進学しただけだった。でも退屈なだけだった。何のために学校に行って、何のために勉強するのか。そして僕は学校を辞めた。学校を辞めた後も母さんの勧めで代研を受けることにした。高校卒業の資格くらい取っておいた方がいいって言うからだ。だから今は代研を目指して自宅で勉強している。そのために今日は参考書を買いに出てきた。数学の参考書なんだけれど、僕が探している参考書がこの近所にあるだろうか。あれ、財布は。
いけない、忘れたみたいだ。仕方がない、取りに戻るか。誰だろう、見たことがあるような気もするけど、近所にあんな子いたっけ。声に気をつけろ。まだ間に合う。誰だっけあの子。でもまたこれが鳴ったような気がしたけど。高校へ通ってる時は一人になりたくて仕方がなかった。でも今は人混みの方がとっても落ち着く。鈴の音聞こえるか。私の声が聞こえるか。聞こえるんだ。あの子には声が聞こえているんだ。私の声が聞こえるか。恐れることはない、震えることはない。私が君を守ってあげよう。そう言って彼女はいきなり僕の腕を取って走り始めた。ねえ君、いい加減にこの手離してよ。離したら一人でどこかに行っちゃうんでしょ。行かないよ。本当？うん、分かった。それと私は君じゃなくてルリアって言うんだよ。ルリア。うん。それじゃあどこか行きたいところある？参考書買いに行きたいんだ。参考書？代験の勉強してるから。学校とか行ってないの？うん。私と同じだ。え？行こう。あ、あ。うわあ、なんだかいっぱいあるね。だってここ本屋さんだもの。そういうんじゃなくてさ、よくこれだけ同じことを書いた本があるなって。同じこと？数学一つとってもさ、こんなにあるんだよ。中身は一緒なのにね。でもほら、詳しく説明されてたり。もう私には関係ないけどね。ルリア。気にしないでよ、もう戻ることはできないんだし。吸血鬼の本。そう。好きなの？そういうの。興味はあるよ。あんたはどうなの？興味あるんだ。どうして？うん、なんでだろう。理由なんて考えたことないけど。ねえ、私も半分出すからこの本買わない？え？構わないけど。じゃあ買ってくるね。吸血鬼か。この言葉が気になり始めたのはいつのことだったろう。恐ろしいものだ、血を吸う化け物。そして血を吸われた人間もまた吸血鬼となって血を求めさまよう。
お待たせ。さあ、今度は私に付き合ってね。うん。おいでよ。さあ、入ろう。ねえ、やっぱりやめようよ。どうして？どうしてって、ルリアと僕はその会ったばっかりだし。つまらないこと気にするんだね。せっかくの夜じゃない。でもここってもう閉まっちゃうんでしょ。遊べるところはここだけじゃないよ。楽しもうよ。悪いけど勉強しなくちゃいけないから。そんなに勉強って大事なの？そうじゃないけど。じゃあ何のために勉強してるの？大事じゃないのならなんで勉強なんかしてるの？なんでって考えたこともなかった。僕は何のために勉強しているのか。お願い、私と一緒にいて。ルリア、せっかく会えたんだから。せっかく会えたって？うん、あんたのような人が現れるの待ってたんだよ。だから一緒にいたいんだ。でもごめん、無理言っちゃって。帰っていいよ。あ、ごめん。それじゃ、さよなら。ま、さよなら。ガラスで切っちゃったよ。大した怪我じゃないよ。血は出てるけどさ。恥ずかしい。おいしい。え？うん、なんでもない。恋人たちの集うこの地下通路の濃密な空気が辺りに満ちていた。その場の空気をごまかすように僕はルリアの名前を呼んだ。ルリア、君と一緒にいたい。いいよ。ようこそ夜の世界。ルリアに連れて行かれた先には無人のビルに挟まれた木造アパートがあった。ここは？私だけのお城。なんだか閉鎖されてるみたいだけど。だからいいんじゃない。そうだね。無理しなくてもいいよ。誰がどう見たって怪しいでしょ、ここ。みんな連れてきてもこれ見て帰っちゃうんだ。さあ行こう。こっちだよ。僕はルリアに手を引かれて隣のビルの裏手から中へ入る。この辺はね、バブルの時に地上げにあって、それっきり誰も住んでいないんだ。気をつけて。僕らは空きビルの窓から隣のアパートへと忍び込んだ。ここからは靴を脱いでね。うん。すごいところだね。そうでもないよ。住めば都って言うじゃない。あんたも楽にしなよ。
ペンライトの明かりが天井に輪を作り出す。この明かりの下、ルリアはどんな暮らしをしているのだろう。ペンライトの頼りない明かりの下で、僕のスナックを食べる音だけが響く。ねえ、一人で寂しくない？一人は慣れてるから。でもいつも一人ってわけじゃないよ。私には仲間がいるからさ。それにあんたも仲間になれそうだし。声を聞いたんだ。何、声って。言葉は力であるって。やっぱりルリアにも聞こえていたんだ。初めて私の頭の中にあの声が聞こえてきたのは3年くらい前のことかな。最初は驚いたよ。だって私以外の誰にもあの声は聞こえてないんだもの。それにあの声が誰なのか、どこから聞こえてくるのかもまるっきりわからなかったしね。うん、本当にそうなんだよね。でももういいんだ。もう考えるのはやめた。あの頃、友達だって両親だって大事なことは誰も何も教えてくれなかった。死にそうなほど退屈な毎日、息が詰まりそうな日常、テレビとかコマーシャル、気の遠くなるようなたくさんの活字、あふれ返ってる情報の中で、あの声だけは私を救ってくれたんだもの。今日まで私を守ってくれた。そして私は。僕にしか聞こえることのなかったあの声、ルリアにもそれが聞こえる。ルリアになら僕のことを、本当の僕のことを話してもいいのかもしれない。